はい、じゃあよろしくお願いします。今回は中学校国語接続詞についてお送りします。で、前回ね、副詞が終わりましたので、まあ、続きで次は接続詞、こいつを取り上げていきます。で、問題がですね、ここに1個穴埋めで2個問題があります。で、前々回かと同じようにここにね、接続詞って6種類に分けるんですよ。ちょっとね、テキストとか教科書によってはちょっと種類が違うんですけど、書き方とか。ただ、俺がね、こう6種類に分ける。で、その時に、例えば、接続詞の中の順接って言うんだけど、それってこんなんがあるよねって思いつくやつを最低1個ずつちょっと書いてもらえたらなと思います。で、俺はこう、ちょ大体有名なところを2、3個ずつ書いていきますので、あ、そんなんがあるんだな、みたいな感じで確認していってください。では、できそうな子はね、動画を止めてやってもらって、で、ちょっと不安なものがあれば、今からね、全部説明していくんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、1番の、まあ、まず穴埋めからね、やっていきますので、どうぞよろしくお願いします。すいません、ちょっと噛み噛みでしたね、今ね。では、まず接続詞、今回の主役ですね。で、副詞の時も、連体詞の時も確認していきましたけど、接続詞っていうのは、まず自立語です。これは15番の動画の表で確認してください。自立語に入ります。そして活用があるかないかっていうと、接続詞もありません。活用がない。つまり、語形、言葉の形が変わらないんです。いいね。で、さっきも言ったように、接続詞には6種類あります。で、その1個ずつ確認していきましょう。で、なんで、こう、わざわざ言葉を取り上げてね、こう、分けていくかっていうと、この言葉、ちょっとね、こっち、5番、6番はね、そこまで出現してこないんですけど、この4番までは、結構学校の中間期末で書かせる先生を見たことがあるので、一応ね、言葉とその仲間をぜひね、セットで覚えておいてください。では、まず1番、順接です。これね、順接って言います。で、まず例から書いておきます。ちょっとね、結構あるな。まず、有名とか行こうね。だから。で、そこで、すると、だね。言いながらじゃないと忘れてしまう。そこで、すると、で、従って、ちょっと待ってね。見ながらごめんね。従って、寄って、こうして。寄って、こうして。まずこの6個ですね。だいぶありましたけど。まあ、有名なとこから行くと、右側の3つです。これは最低覚えた方がいい。だから、そこで、するとです。で、順接っていうのはどういうものかっていうと、順当に、まあ、接続するって意味。で、順当にどういうことかっていうと、例えば前の文章があるじゃないですか。で、その後ろにつながる文章が、まあ、そうだよねっていう内容です。で、例えばだからとか、そこでを使ってみると、じゃあ、彼女にプレゼントを渡した。だから彼女は喜んだ。とかね。プレゼントを渡したら喜ぶでしょ。だからっていう順当に接続するので、そうやって使う。それが順接なんです。で、必ずセットで覚えなきゃいけないのがこの逆接。もうここはね、セットです。順接、逆接はね。で、順接は順当に接するんですよ。で、逆接は逆に接続するの。で、どういうことかっていうと、まずあれか、例あげようか。でもね、有名どころはまずこの2つ。これ絶対覚えてください。あ、ちょっと色交互でいくね。多分見やすいかなと思うんで。しかしとでもです。いい。しかしとでも。で、あとは、だがとか、ところがか。ところが、そして最後、あとけれどもか。けれど。よいしょ、ちょっと文字切ってごめんね。しかし、でも、だが、ところが、けれど。こんな感じですね。で、まあ、しかしとでもね、イメージはしやすいと思う。これは逆説はね、今言ったように前に話があるじゃないですか。で、っていう感じの結末が来るの、後ろに。逆の結末が来る。で、さっきの、じゃあ彼女にプレゼントを渡した。だから喜んでくれた。これは順接ですよね。じゃあ逆に行きましょう。彼女にプレゼントを渡した。しかし、彼女は怒っていた。とか。なんで？みたいな。逆のことが来てしまう。いい。逆のこと。まあ、みたいな。で、あとは、例えば、じゃあチームは頑張って戦った。しかし、試合には勝てなかった。とか。そんな感じで繋げてください。逆説ね。裏返しになる感じ、イメージが。これがまず順接と逆接です。で、次が、あれ、類化って言います。類化、並列ですね。じゃ、これも先に書きましょう。で、類化、並列は、そしてとか、これはね、結構多い。しかも、あとは、さらにか。
さらに、で、また、あとあるかな？また、それからとおよび。それから、そして、および。まあこれはですね、そしてから、まあそれからまで覚えてほしいかな。およびはあんま出てこないですけど。で、これはね、類かと並列2つ入ってるんですけど、類かっていうのは、加えるって話漢字が入ってるでしょ。だから、話にあることを加えるときに使います。で、並列っていうのは、並べるっていう漢字が入ってるので、2つ並べるの。なんとか、またなんとかみたいな。2つのものを言うときに使うのが並列です。なんとか、さらになんとかもそうだね。で、類かの、例えば、加えるんだったら、何がいいかな、例え。じゃあ、彼は親友だ、みたいな。そして、ライバルでもある、みたいな感じ。親友っていうことに加えて、ライバルってことを加えるのね。親友だ、そしてライバルである。まあ、しかもライバルである。どっちでもいいけどね。そういうのが類かって言います。ね、加えたり並べたりするのがこの3番。で、次4番が、対比、選択です。で、対比は、比べるって漢字が入ってるんで、比べるときに使ってください。まあ、選択はいいね。選ぶね。選択。選ぶとき。では、これは、3つ行きましょう。で、ちょっとね、またと混ざりやすいんですけど、こっち、またはね、なんとか、またはなんとか。選択する感じね。で、あと、それとも。それとも。あとは、あるいは。ちょっと出ちゃうかな。大丈夫か。あるいは。まあ、こんなところですね。対比選択って言われたら。なんとかまたはなんとか。ちょっと選択になるからね。で、次が転換です。で、この辺ちょっとね、テキストとか教科書によって言葉変わっちゃうかもしれないんですけど、で、転換、まずこれも書いちゃおうか。転換は、ところで、さて、それではか。さて、それでは、もう一個。はい、いるかな。あ、いけるね。それではと、あとでは。で、この転換って何かっていうとね、話を転換するんです。で、どういうことかっていうと、ある話をしてたのに、なんか話を変えるときに使うの。話を変える、転換ね。例えば、なんとかって、ところでなんとかっていうと、ところでって話変えてる感じがするでしょ。だからそういうときに使う。転換っていう。これが接続詞ね。で、ラストは説明です。で、説明っていうのはもうそのまま何かを話したときに詳しく説明するときに使う接続詞です。で、もう有名なのはこいつ。つまりです。なんとか、つまりなんとかって詳しく説明するでしょ、それを。だからつまり。あとは、すなわちとか、例えばも入るね、ここにね。例えば、まだあるかな？あと二つ。なぜならと、ちなみに。なぜなら、そしてちなみにですね。いいかな。まあこんな感じで、ちょっと多いんだけどね。さっきも言ったように中間期末で言葉を出す先生を見たことがあるので、余裕があればぜひ上の方も覚えてください。順説って言ったらあれみたいな。逆説って言ったらこの辺みたいな。そんな感じでね。で、問題はすごい簡単です、ここ。で、今から2問だけなんだけど、次の文の接続詞を探しに行きます。で、接続詞がなぜ簡単かっていうと、もう答え言っちゃうね、これね。家を出た。すると、彼女が立っていた。ね、まあ、デートとかわからないですけど。で、これ、答えはですね、するとです、ここ。これが答えになる。で、すると、ここにあるね、すると。で、なんでわかりやすいかっていうと、接続詞って、すぐ後ろに当点が来ることがほとんどなんだよ。話をつなぐものだからね、接続するものだから。なんとかって言って、句点で話が終わるでしょ。で、これを入れて、こっちに接続してるから。だからそれが目印になりやすい。ほとんどそれで解ける。確かに。けれど、そうじゃない場合もあります。こっち。ご飯、またはパン、どちらが好きですかって、ちょっとね、言い方おかしいですけど。で、これ答えどれかっていうと、またはなんだよね。ここにある。または。で、これ見たらわかるように、すぐ後ろに当点来てないでしょ。でもこんな感じで使う接続詞もあります。なので、絶対にすぐ所に当点ってわけではないんだけど、ほとんどがこの場合です。でもこっちもあるっていうのをね、頭に入れておいてください。では、
今回は中学校国語接続詞についてお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、接続詞は1本で終わりです。で、次は感動詞についてね、やっていきますので、もしよかったらそっちの方も見てみてください。じゃあ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。